はい、テアンテ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカヨアナザー新藤辰巳です。ということで、ですね、ザ・セカンドの、32組のバトルの2日目ですね。だから16組16組で2日で分けてやってるんですけど、まあ配信で買うとなると、4ブロック買わないといけない。まあ4つ買うと全部見れますということでございますけど、まあちょうどもう見れなくなったと思いますので、そうね、安くなかなかちょっと今ね、ザ・セカンドがね、まだネットで全く話題になっていないので、逆にこの配信じゃないともうどういう状態になっているかわからないと思うんですね。ゴミラジオのみがこの情報の感想を言ってるんじゃないかなっていうぐらいの感じでございますかね。で、初戦がまず B ブロックですね、ザン・ボンチ VS 半次郎。これがやっぱり何よりの感動が、まずこの2日目のね、予選、まずトップバッターザ・ボンチさんっていうのがね、すごい衝撃ですし、やっぱ抽選になるともうね、公平ですので、まあ誰が引こうが、まあ本人が引いたやつですから、まあしょうがないですよね、それはね。まあマネージャーに頼んだにしてもね、ザ・ボンチ賞がトップで、で後半が半次郎、後半でもないんでね、前半先行がザ・ボンチの高校が半次郎ということで、いやー、なんかもう半次郎さんがまあちゃんとこう本戦に残っている32個に選ばれてるっていうのがもうまざまざとちょっと伝わってくる戦いでしたね。ザンボンチさんもすごい安定して受けてたし、結構このアイドリング漫才、アイドリングから本題に行くまでの時間って M1 グランプリだったら結構タブーとしてて、まあ1個2個言ってもいい、1、2個かなって思うんです。しかもそれもかなりの決め打ちと散々舞台数を経験して、一番受けるのを1発目2発目に入れないと結構流れてしまうってことあるんですけど、セカンドに対しては普段の形式に近い状態の漫才の入りでもちゃんとお客さんがついてきて、それなりにちゃんと受ける、普段受けてるんだけど M1 では受けないっていう形式は結構あると思うんですけども、ザ・セカンドに至っては普段寄せとかライブでちゃんと受けてる形式でやっていたら、ある程度、こちら本戦でも受けるのかなっていうのが伺えるような、だからザ・ボンチ師匠のね、ネタを見てない人も結構いたと思いますけど、やっぱり分かりやすいし、NGK とか演芸ですので、老若男女に伝わる漫才っていうことで、別に賞レース仕様じゃなかったとしても、まあでも、ボンチ、ね、師匠の中では、ザ・ボンチの師匠の中では、かなり賞レースとしての作り込みではあったらしいですけどね。でもそれを感じさせない伸び伸びとした漫才という印象でしたよね。だからずっとしっかり受けて6分間なんか余すことなくしっかり面白かったなっていう。で、半次郎、6分間をまあ本当3分ネタかのように後半ちゃんと畳みかけがあり、まあじわじわとこう綺麗に上がってきました。最初のボケの何個かで、あれこれひょっとしたら半次郎はまんないんじゃないのかなっていう心配もちょっとしている自分がいたんですけど、途中からガッてはまってからドドドドって受け始めて、まあ多分戦略通りなんでしょうけども、まんまとねはめられたと、すごい盛り上げていたなっていうので、なんと半次郎が勝ちましたね、ここはね。で、ネタ見終わった後は、あれこれ半次郎じゃないっていうのはちょっとありましたけど、でもわかんない。笑いの量ではザ・ボンチ賞も結構受けていたから、これセカンドのお客さん、現場にいるお客さんとしてはどちらを選ぶんだって思った時、僕は配信では半次郎かなと思ったけど、半次郎だったっていう、そんな印象ですかね。で、次、三日月舞マンハッタン VS リニアですね。ここはまあライブシーンのね、仲間、三日月マンハッタンとリニア、そして僕も結構面識のある2組でございますけどもね。いや、三日月マンハッタンかなり面白かったけど、どうなんだろう。なんか僕的には、いや面白かったけど、もっと受けてもいいのかなっていう場所が何個かあって、
って、それはもうね、中峰さんが割と分析した結果、まあそれなりの満足する受け量だったのかどうかはちょっとわかりませんけども、決して、つまらなく映ったわけでもなく、まあそれなりにしっかり受けてはいたのですよ。ただ、この対戦バトルとして、まあ一組一組がもうどこで落ちるかわからないギリギリの戦いじゃないですか、対戦バトルって。ひょっとして優勝者とぶつかってしまったらどんなに強いネタを持ってきたとしても、もうここで落ちるわけじゃないですか。簡単に言うとね。すごい、下位の人とぶつかったら、そこまで強くないネタでも勝ち上がれ。それがでも誰だかわからないから、手は抜けないわけですよね。初戦の1回戦のネタをぶつけてくるかもわからないし、それがわからない。で、結局、三日月マハッタン VS リニア、リニアがポット A に入っているので、まあ、手は抜けないっていうのはあったとは思うんですよね。で、無事に三日月マハッタン終わって、どうなのか、どう出るのかなと思ったら、その日、一受けぐらいリニアがはめてきて、確かにこのネタは、まあもう隙がないねっていうぐらいのネタでしたね。今までのリニアの中でもう一番良かったんじゃないかってぐらいの笑いの量を叩き出してた、そんな印象でしたね。だからこれでこの日一日通して見たけど、リニアに勝てるやつがもうそもそも出てくんのかぐらいのレベルには仕上がっていたので、この1本に関してはね、2本目3本目は何やるかちょっとわかりませんけどもね。ただこのネタとぶつかった三日月マハッタンが運がないのかなっていう感じだね。もう印象としてね。で、続きましてが E ブロックですね。カモメンタル VS 流れ星。これやっぱりね、ネタ後の、まあ、うだいさんも言ってたけど、やっぱり、ね、流れ星は強敵だし、ちょっとやそっとネタが受ける、面白いっていう状態じゃ絶対勝てないと、本当にずっとギリギリまでネタ調整してネタ考えてたらしいんですよ。カモメンタルうだいさんは。そしてやっと、あ、できたっていうネタが、ドーン溜まったのよね。で、ネタ終わった後のカモメンタルが、あれこれ今まで漫才って一番受けたかもしれないって言ってて、実際僕もカモメンタルさんのネタ何本か漫才見させていただきましたけど、こんなに受けてるのは僕見たことなかったですね。まあ、キングオブコントとかね、とか入れちゃうと、コント入れちゃうと、まあ、それはコントの方が受けてますけども、でも、これ漫才でこの受け方は結構えげつない受け方で、でもそれを凌駕してくるのは流れ星の、実力でもあるかどうなんのかなと思ったら、流れ星はいつも面白いし今回も面白かったけど、いつもよりハマんなかったですね、流れ星。なのでいつものベストコンディションではめてきてる状態じゃなかったのと、カモメンタルが今までの漫才の中で一番受けたのネタやったということで、カモメンタルが勝つわけですね。これはもうカモメンタルも間違いなく勝ちだなっていう状態でしたね。で、次がザ・パンチ VS 東京ダイナマイトね、ザバシ、まあどちらもね、M1 ファイナリストですから、ね、まあね、ポコちゃんも面白いですけども、こうやっぱり漫才師ですからね、漫才でね、人の前に出て仕事を取りたいっていうのもあるし、で、このザパンチが非常にすごく面白かったんですよね。なんか、すごい人があるとか、人柄が出てる漫才で、なんか本題こそ何やってたかあんま覚えてないんだけど、もう喋ること喋ることをその人が、この人が面白いなって、パンチ浜崎さんが面白いなっていう作りの漫才だったんで、終わった後はこれすげえ受けてたなっていう印象。でも相手が東京ダイナマイトですよ。やっぱりこれは本当賞レース強いですから、とんでもない化け物なんで、これどうするかなと思って、ちょうど今体調悪くて、しかも去年はね、体調不良自体でしたよ。で、今年は体調不良で杖ついてきてましたから、あ、これは逆にでもどう出んのかなっていう、まあ杖も込みでのボケもあったので別に普通に見れたんですけど、ただあんまり動き回れないと。で、東京ダイナマイトってそんな動かないんですけど、割と漫才コントが多いせいもあって、それなりのちょっとした動きは必要があって、実はね、でもそのちょっとした動きもあんまりちょっと動きづらいなっていう状態だったので、ほとんど立ち話の状態で終わったんですね。本来なら漫才コントの振りだったんで、あ、始まるなっていう部分の本題の部分をやらずに、その本題に入るまでで6分走り切ったっていう感じで、本題行ったらすぐ終わっちゃったんですよ。
だから戦い方としては不本意だったんじゃないのかなっていうのと同時に、でもまあ入院中というかその後も病院行かないといけない、病院に行って点滴してセカンド出て病院に行くらしいんですよ。だからそんな状態だからね、やっぱ体を一番大事にしていただいた方がいいのでね、まあ最悪お休みする可能性もあるのかなと思ったら、まず出ていただいたっていう状態ですごい良かったし、あと立ち話としてはすごい最高峰に面白かったから、これ意外とどっちか分かんなかったんですよ。これ東京ダイナマイトさんのパターンもあるなっていう、本題に行かなかったけど喋りが面白かったんで、だけども後半に入れてドーンってだんだん受けてきてる東京ダイナマイトに比べて、な漫才の構成とお客さんの盛り上がりの乗せ方としては上手かったんだけど、ザパンチが最初から結構マックスでずーっと盛り上げていたので、まあ、そこの違いをお客さんが感じたのがザパンチが勝ったと。でもまあ今回はね、ちょっと東京ダイナマイトさんすごく面白かったけど、ちょっと安静にしてもらった方がいいんじゃないかって、まず一回見れたのが良かったかなっていう感じの僕は撮り方をしましたね。続きまして、ヤング、アジーブロックね、ヤング VS マシンガンズという。ヤングがここに出れたのが非常に良かったかなって。僕はあんまりというか全く面識ないんですけども、まあ、よく名前は聞く、ライブシーンで、ヤングとよう聞きますわ。ね。一時の皇帝とか金属バットじゃない、無名の頃のね。大阪拠点なので大阪で活動してるっても面白いと名前が届くわけで、それでヤングってよく届きます、面白いよ、あそこで一緒になったことありますかとか聞いて、いやないんだよね、会いたいんだけどね、なんて話をしたりとかねしてて、でヤングがちょっとなんだ賞レースらしくない漫才で、ヤングのスタンスがまだちょっと世間分かってないのと、ちゃんと、なんだ、賞レースでも戦えるネタも、僕何本かネットでは見たことあるんですけど、あった気がするんだけど、さらにそれを逸脱した漫才をしていて、まあ今回は、まあヤングの自己紹介みたいなところだったのかなというところで、正直そこまでハマってなかったですね。まあ受けてるには受けてるけど、やっぱ全体的に賞レースなので、笑いの量ってとんでもなくハマったらでかい笑い声でドーンってなるんで、そこがそこまでなかったかなと。だからネタが終わった瞬間、あれ高校がマシンガンズはちょっともう厳しいかもしれないと。マシンガンズは去年準優勝してるけど、でも去年で出し切ってる可能性があるから、これマックスでこう立ち臨んだら勝つ可能性はあると思うんですよ、マシンガンズさん。だって準優勝してからネタ作り始めてるから、今までネタ作ってなかったのに急に作り始めたから、やっぱ追いついてこないはずですよ、絶対台本がね。だけどやっぱり技術と話術やっぱりすごいから、バンバン受けてくるわけですよ。でもまあ勝てないわけじゃないっていうまだ感じだったね、今回は。でも点高いよ、380ぐらいいってんだよ、そうね、あ、いや、280がいて、300万点だからね。だからもう、だから、リニア VS マシンガンズだったらリニア勝ってるわけですよ、点数的には。だからそのぐらいこのマックス値を出せば、マシンガンズは勝てたはずなんだけど、ちょっとヤングの、まだちょっと伝わってきていない芸風と、ちょっとハマりきっていないこのお客さんの受け。で、マシンガンズはもうお馴染みになっていた、来たのと、割と構成がしっかりしてて、決めに来てた。うん、面白かったんですね。だからもう文句なしのマシンガンズ勝ちになっちゃいましたね、ここはね。で次シャンプーハット VS 学天則。シャンプーハットさんは結構マイペースに進んでいくから、一発一発が大きな笑いが確実に取れていかないと、これ賞が伸びないんですよね。で当時昔若手の頃もシャンプーハットさんが一番勢いあった頃がそれができていたと思うんですよ。だから関東でもシャンプーハットさんの名前は届いてきたし、すごい面白い漫才師の一組と数えられて、もうベテランになって、まあ向こうで普通にお笑い活生活はできてるだろうけど、漫才どうなのとか、シャンプーハットっていう漫才は今のライブシーンのお客さんが知ってるかって言ったら、ザ・セカンドでもそこまで知っている人がいなくて、認知もそこまで知らなかったと。すごい面白いことは言っているんだけど、そこに対しての返りはある。確かにすごい受けてたと言われたら確かにそうなのかもしれないけど、その先手として勝ち抜けるぐらいの説得力ある分からいの量だったかって言ったら、もうちょっと欲しかったと僕は思ったんですよね。でその後学天則が、
漫才をやるわけですけども、学天則はまだイケイケのね、今年関東に上京してるし、もう本当に頑張りたいところじゃないですか。ね、多分日本の社長とか、そこら辺と多分一緒に上京してき、マユリカとかマルセイユとかそこら辺多分同時に上京してきてると思うんですけどね。シカゴ実業とかね、ロンコダディとか、ベニショウガとかそこら辺で多分ね。で、学天則も一緒に来て、まあ環境の変化と関東ですごい今頑張っているというのと、やっぱりこう正統派漫才でちゃんと後半に行けば行くほど盛り上げる形も作っていく。まあそのリニア、半次郎、ね、流れ星。まあそういうスタイルの近い芸風なんですよね。だからしっかりはめに来る。だから、もうある程度、どのネタでも、ある程度、まあまあ高い点を叩き出すので、手は抜けないし、ハマんなかったらもう絶対学天則には勝てないってことで、面白かったんだけど、多分、それを超えるだけの、お客さんのハマり方を してなかったので、シャンプーハットさんがちょっと負けちまって、学天則が勝つということ。で、次、F ブロックですね。少々さん VS 義語商業。少々さんの、ネタはもう結構もう、ド鉄板の、ルミネザー吉本でも結構僕何回かもう見た漫才をやられていて、もう結構完成度も高いし、あとこれを、ここにいるお客さんがどう面白がってくれるかなって。もうネタは、もう、あれだと思うんですよね。もう、申し分ないいいネタをしていただいた気がしますし、あ、これが見れたっていう感じだったんですね。で、いつもやってるやつをやりました。確かに僕も何回も見たことあるやつで。これ面白いんですよ、すごい。だから全然これで勝ち抜く可能性もあるんだけど、意外とその技術的な上手い、だから歌が上手いとか、物金が上手いってところが、なんで笑いに変換しきれなかった感じするんだよね。なんかハマると、そう、上手いのが逆に面白くなって、ボンって受けたりとかすることもあるので、そっち側にはちょっと行かずに、見ていて楽しいになった部分がところどころあったのかもしれないなって、その、会場のお客さんの笑い声的にはね。で、相手は囲碁将棋ですから、囲碁将棋面白かった。非常に毒も強かったし、最初のあるあるの毒を、で喋るところも非常に鮮度あって的を得てて面白かったですね。まあお客さんのコメントでちょっと最初の毒が気になったって人もいましたけど、いやあれはね、まあ確かに囲碁将棋はそんな毒言わないので、もともと根っこがちょっと毒っぽい割には漫才の構成がしっかりしているので、人間性の部分があんま出てこないので、たまに珍しく今回は出てきたな、6分ということで人間性の部分が出てきたということでちょっとびっくりしたお客さんがいたのかなっていう、本来ああいう人だよっていうことなんだよね。囲碁将棋。で、囲碁将棋がやっぱりしっかり受けて勝つと。まあこれはもう囲碁将棋でしょうっていう感じですよね。で、ヘンダーソン VS タイムマシン3号が、俺まあネタを見る前はもうこれヘンダーソンに分があるなと思ってたんですよ。M1 も準決勝いて、ちょうど昨年、まあ僕もそうですけど、M1 がラストイヤー終えて今年に戦うということで、もう油乗り切ってる。と思うんですね。だからお客さんの認知度もあるし、どこで笑いが起きたらいいかもわかるし、どんどん受けてくるし、最初からすげえ受けんじゃないかと思ったら、その受けるネタだったんですけども、ネタは選びは多分間違えてないと思うんですけど、なんか乗り切らなかったです、お客さんが。うわ、このパターンもそりゃそうかと。お笑いライブってこういうパターンあるよなって。ネタは良かったけどお客さん乗り切らなかったです。なんか今日は、今日というかこの日は、うわ、これだとタイムマシン3号かもしれないって言ったら、タイムマシンはしっかりはめに来てて、しっかり受けてたのにね。もうその日の、だからもうリニアタイムマシン3号なんてもうトップ受けの方ですよね、分類としては。だからそこのレベル、もうほんとトップ受け、この32組の中でもほんと上位5組に入るような笑いの量を取ってたんで、これはちょっとヘンダーソンには分がないなっていうことで負けてしまいまして、タイムマシン3号の勝利ということになりまして、16組がね決まって、またもう一回予選があって、そこから8組を決め、決勝がフジテレビで行うという形でございます。8組では少ないよね、テレビで見るの。8組しか見れないっていう。でもまあ平場が面白いから、平場の絡みとかでね、まあだいぶそれこそ炭治郎さん、ザ・ボンチ首相のこの平場の絡みの時間は結構長かったんで、ある程度その時間は気にせず、面白かったらそれなりの時間ちょっと多めに喋ってもいいんだっていう空気がありながら、ちょっと見ることができたし、そこら辺はまあ緊張感もなく見れたし、緊張感ない割にはネタは結構ね、すごく
いいネタが多かったので、まあ見てて楽しかったですねって、そんな印象でございましたということで、引き続きね、皆さんもね、ごく一部の方はセカンドを、まあ決勝だけ見ようって人も多いのかな。配信買ったって人はちょっと少ないのかもしれない。なんかあんまり聞かないですね、セカンドの話をまだ。うん、もう32組で言うならば、もう準決勝の組数ですから、32なんてね。だからもうちょっと話題になっていいのかなって言っても、まあ言っても2回戦でもあるからね。次3回戦があって、次決勝なわけですから、まあ決勝で初めてって感じなのかな。でもまだセカンドがまあ誰も知られてないんでね。ちょっと前に道を聞いてきたおばあさんが大阪の人だったんで、ザ・セカンドとか見た、知ってますとか言ったら、よくわかんないって言われたから、やっぱり大阪の人でも、ある程度知らない人は多いのかなとちょっと思っております。でもまあすごく楽しいので、引き続き楽しみにしたいと思います。以上、新藤辰巳のゴミラジオでした。ありがとうございました。